ご苦労さん。うん。タバコと使用の博物館。ちょっとお邪魔しようかな。いや、何しかこうタバコを見てさ、いろんな歴史があるでしょ、うん、見て最後にお土産でもらう大量のタバコが楽しみやな。ああ楽しみやで。よかったら おみやどうぞっつってな、もう16カートンぐらいもらうんでしょ、一人。どうもどうも、あ、こんにちは。タバコと塩の博物館のしずめと申します。しずめさん。しずめです。珍しい名前ですね、はい、そうなんですよ。九州の方の名前みたいなんですけどね、はい、よろしくお願いします。やっぱ先祖さんはあれですか、あのやんちゃなやつを殺しては沈めてたっていう。あ、そうそうらしいですよ。悪い名前だよ。公明名前。、はい、お願いします、お願いします。はい、こちらタバコの展示室になっておりまして、はあ、まあ、人間がいつからタバコを吸うようになったかっていうのは分かってないんですよ。確かに、うん、でただ、まあ、今、資料的に残っているのが、うん、メキシコにあるパレンケ遺跡という、ところに十字の神殿がありまして、まあ、これそれの模型なんですけども、はいはい、あのちょっと見ていただけますと、そちらにキセルみたいなの加えてますね、パイプみたいなそういうのを加えている人がいるんですけど、まあ、これが600年代に建てられた遺跡って知られておりまして、まあ、少なくともその頃から人間とタバコの関係は始まっただろうと、まあ、そういうことは言えます。おもろいですね、こういうのから探っていく、はい、まあ、これ神殿って言われてるぐらいで、中が聖域なわけですね、はいはいはい、その入り口にある、まあ、柱なので、まあ、おそらく神様と人をつなぐ存在、まあ、シャーマンみたいな人がここに描かれるだろうと。そうするとそういったタバコを吸うっていうことが、まあ、ある種神様との連絡係、まあ、儀式とか、確かにね、そういう煙に巻いてね、はあ、これも万が一これ奥で神様が吸ってたら禁煙なんてもう神に背いた行為ですよね。なんとも言い難いですけどね。いや、ほんま神様吸っててほしいな、タバコね。で、もともとタバコっていうのはアメリカ原産の植物って言われていまして、このタバコとルスチカが今我々が吸うタバコの葉っぱ乾燥させて発酵させて刻んで吸うっていう。これ一発目誰やったんですか。すげえっすね、そんなんね。そう、そこが分かってないんですよね。謎すぎません、うん、マジ宇宙人ちゃいますの。思いません。で、まあ、もともとこちらです、まあ、アメリカの、まあ、アンデス山脈の方にいわゆるタバコの葉が生えていて、600年代にはもうすでにここら辺でタバコを吸う文化があって、それが世界に広がったのがいわゆるコロンブスだとかに代表される大航海時代。持ってきちゃったよね。そうです、うん、いわゆる戦国時代終わり、秀吉がいわゆる鉄砲伝来とか、はい、キリスト教伝来と同じ時期にタバコも日本にやってきた。ほらね、あの花の刑事で漫画読んではりますよ、はいはいはい、あれで前田刑事がでっかいキセル持ってポーンってやっとったでしょ、はい、あれもほな覚えたてってことか。そうです大体、ね、そう、その頃って言われてますね。ほな花の刑事ってもう武将になってからデビューしてるんですね。そうだから結構遅めのデビューじゃないですね、ヤンキーなんの。だちょうど同じですよね。あの、後でご説明しますね。 ありがとうございます。でこれが、まあ、1500年代にこう広がって、今度は世界でさまざまな文化と結びつきながら喫煙具が変わっていくっていう。ドイツだと木のパイプ。うわ渋、もう武器やん。いや見てこれ顔、これ顔面ぎっしりになって、女神やとしたらすげえな、頭に葉っぱ突っ込んで燃やして。あと地中海沿岸で取れるメアシャムっていう鉱石を使ったメアシャムパイプ。あ、石で、うわかっこいい、こんな削ったつってなんねや。まあもともと白いんですけど、うん、吸ってるうちにこう飴色に変わったりとかして、まあヤニがつくというね、味が出ていって、かっこええ、めちゃめちゃ、この木彫りもかっけえな。これはブライヤーですね、はい、あ、これが原木。はい、そうです。あのイギリスだとこのブライヤーがすごく流行ってまして、まあ、紳士の文化と結びついたので、週の、まあ、日曜日とはこのパイプ使うとかセットが、月曜日は直線のやつを吸って、火曜日は直線のちょっと長いのを吸って、
水曜日は月曜日とのほとんど一緒の数て木曜日は火曜日とほとんど一緒の数てねっていうことですよね、うん、あとフランスとかで言うと鍵タバコ、やっぱフランスは綺麗っすな。タバコの粉をですね鼻の粘膜にこうやってちょっとこすりつけてやる鍵タバコっていう文化が流行ったんですけど、えこれもあれ武器とも共にこれあの、まあ、儀式に使うっていう形なんだけど、トマホークパイプやってそうそうかっこえ、これは逆に平和のパイプって言われてて、あ逆にあの戦争が終わってもう交換しようっていうようなことがあったり、そういうことね、本当に儀式用なんですね。あいやかっこよくないこれあとまあ有名なマッカーサーが捨てたコーンパイプですね。マッカーサーこんなでっかいの捨てたんや、うん、あのトウモロコシの芯をこう圧縮させて、あソヤのパイプなんですけどね、あだからコーンなんや、うん、本当にコーンを使ってるパイプです、へえ面白いかっこいい、あ日本だ、はい、さっきお伝えした通りだいたい1500年代後半いわゆる戦国時代安土桃山時代にタバコは日本にやってきて、でさっき花のケージの話がありましたけど、はいはいはい、実際にですね喧嘩着するみたいなものもあるんですよ、あへえ護身用、うん、300g ぐらいから本当に人叩きゃそりゃ倒れちゃうみたいな、刀も避けれる鑑定、そうですねそうですね、ほらケージが捨てたのこれケーってことですよね、そうですね、だからいわゆるあのタバコ伝来した時に、まあ、外国の文化ですから最初やっぱりキーする人とあのそれ流行りものに乗っていく人に分かれて、いわゆる歌舞伎ものとかそういった人たちが最初にタバコを吸った、だからちょっとなんていうかね雰囲気的にも、まあ、派手なおしゃれな方がこう吸ってるような絵が残ってるって感じです、はいはいはい、うん、これかっこいい、見てこれ長いね、まあ、外国のいわゆるパイプだとかそういったものを見ながら日本風にだん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 変わってくると、うんうん、でまあ、江戸時代にだん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 こうタバコっていうのは庶民のものになっていくんですけど、日本のタバコの特徴っていうのは細く刻んでるっていうことなんですね、約 0.1 ミリぐらいで、はい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 、これは世界でもあまり類がないというか一番細い細いタバコをああいう小さなキセルですというところは日本のタバコ文化になっています。確かに日本のキセルの先っちょだけちっちゃいですもんね、そうですね、火皿が小さいんですよ、でもこのどちらかというとこの刻みタバコがこういうふうになって細く刻んでるのでそれに合わせて変わっていったって感じですね。なんで劣化しないんだろう、やはり一服二服で終わってしまうんですよ。パイプとか葉巻きって逆に一回火つけると40分とか50分こう時間かかるじゃないですか。パッパッといきたかった日本人は、うん、タバコもどちらかというと軽く吸いたいでパッパッと吸いたい、おっしゃる通りだと思います。で庶民の方に広がっていって、うん、まあ、浮世絵だとかあとこういった様々な喫煙具が生まれてますね。タバコ入れといってあの刻みタバコを入れる袋、あ葉っぱを入れておく状態の、うん、そうですそうです、かっこえ。で明治時代になってから現在の紙巻きタバコっていうものが登場する、あとうとういよいよ僕らが吸うてるやつに来るわけだ、はい、あの日本でも大きなタバコ会社が明治20年代後半から30年代にかけて登場して、すげえ大江戸ってタバコあったんですね。なりますね、笑われんで今これ吸うてたら大江戸ってなるやろそうですね、おうまいとかうまいって書いてる、怖い翼の馬がタバコマフを越えて地球飛んだあるわやべえな、いやめちゃめちゃ遅い、あゴールデンバットや、はい、これちょっと触ってみてください、ここあ完全に手開いて、そうすると情報が超ハイテクですやんあチェリーやあれチェリーも国産ですか、国産です、あかっこいい、やっぱ昔のタバコなんかかっこいい、昔のさパッケージ復刻で売ったら絶対ええのにね、やっぱ難しいですかそんな、そうですね、ちょっと私博物館の職員だからよくわかんないですけど難しいかもしれないですね、なんとかその博物館職員ですけどなんとかならんもんですよ ね、はい、とりあえずタバコの方の手に、はい、はいって言ったでしょ、はい、はいっつってどういうつもりやねんどこから言ってんねんこれ、なめんなってせっかくなんで、うん、勘違いしはる客が、見てる客が、あですよが YouTube 始めてたからえ、うわ物販みたい、うん、こちらミュージアムショップになってます、うわあ着せるやかっこえ、佐藤着せるやど
あら。あ、こっち、あ、こっちや。ほら、でっけえの。うわ、これかっこいいハンマーみたい。あれ、この鉄のやつ。あ、日本のやつね。ああ、さすがやな。あ、缶ピースや。ジジイ、これを吸ってましたわ。キセルも吸ってたし、これも吸ってた。これ両切りでね。はい、両切りですね、これは。あ、若葉や。エコーもある。懐かしい。ああ、ジョーカー、こんなかっこよくなってる、また。あ、ちょっと変わったんですね。一回なくなりまして、うん、あの、ぶっこみのタグの日崎が捨てたんですよ。ロックさんあるの。チェリーピンクの FX 乗ったね。怖かったです。あの、下道の鳴神秀人とずっと喧嘩してました。うん、ジョーカーです。それがジョーカーです。どれにしようかな。めっちゃ悩むな。めちゃめちゃ悩むな。めちゃめちゃ悩むやん。OL みたいに悩んでる。どうしよう、こんな。OL じゃねえんだからって言われるやん。でもハンマーにしようかな。1万4000円で。まあまあするよな。うん、これ負けてくれはりませんの。いや、そうですね。ちょっと面白い。マッカーサーが吸ってたやつありませんの。あれは、あ、これか。あ、やった。マッカーサーのやつでしょ、これ。これ長い方ですよね。あ、これはいい。でもまあ、マッカーサー吸ってたんでしょ、だって。マッカーサーが吸えたら。吸われると結構重量があるので、うん。うん。でもマッカーサー吸ってましたもんね。あ、これ、はい、これもらいますわ。あの、マッチとかでこの火を入れていただくんですけど。ほな、間違わなあかんせん。そうですね。ジッポじゃ開きませんの。あの、火がどうしても、あの、横もしくは下に向くようにつけるのがマッチっぽだと難しいので、あの、タイプ用のライターというのも横に火が出るタイプがあるんですが、そういったものを使っていただくか、あの、こちらの奥にバイト名が書いてあるの。あ、いやいや、めちゃめちゃ、いや、これ安いな、よかったなつってたら、他の付随が高えな。しかもマッチを使っていただく。マッチ、あ、ほら、マッチ買いますわ。うん、あ、あります、マッチ。あ、ほな、マッチにしよう。うわ、ゾウがええかな。でも、この知らん姉ちゃんでしょ。おいおいおい。うん、ほな、これもらえます、マッチもゲットして。うん、さっきご購入いただいたものの他に、博物館のオリジナルグッズとか、あの、お塩とかチョコとか入ってます。皆さん、チョコも入ってます。嬉しい、ありがとうございます、はい、あ、すいません、やった。ありがとうございました。ヨウさんもろだわ、ずっしり表。うん、うわ、嬉しい。すみません、ありがとうございました。非常にもう、あの、いい経験というかね、はい、あの、まあ、タバコそもそも好きやし、うん、その好きなものの歴史をか、あの、聞けて、あの、耳障りのいいお声ですごくいい感情になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。ありがとう。はい、宇宙